私たちの運命が決まる。美しき和の世界を舞台に繰り広げられる衝撃のラブミステリー、私たちはどうかしている。最後にする、椿とはもう二度と会わない。いよいよ今夜9時から最終回2時間スペシャル。最後の和菓子対決に臨む直と椿、その勝負の行方は。真実を知りたい。そして2人の運命を狂わせた当主殺害事件の真相がついに明らかに。主演の2人が真犯人を大胆予想。僕かもしれないですからね。子供ながらに、はい、確かに手に血ついてますか。水曜ドラマ私たちはどうかしている、いよいよ今夜最終回。今からでも間に合う謎解明スペシャル。およそ半年間にわたって直と椿の壮絶な人生を演じた2人。本当に直ちゃんの人生、本当にいろんなことがあったので、振り返るともうあれ楽しかったなとか、あれすごく笑っちゃってなんか苦しかったな逆にみたいな、そういうのばっかりで本当に寂しいです。本編がすごくドロドロの、ね、愛憎劇なのに、本当にその作品を撮ってるのかって思うくらい楽しく撮影できたと思います、はい。過酷な物語とは裏腹にとても楽しく演じられたという懐かしくて新しいラブミステリー。まずはその物語をプレイバック。ナオは自分の正体を隠したまま公立庵へ。僕はこの人と結婚する。本当にどうかしてる、憎い人なのに。そして母の無実を証明するため、ナオは椿のプロポーズを受けることに。しかし疫病神、そこで待ち受けていたのは椿の母親で光月庵の女将でもある京子からの執拗な嫌がらせ。まあ汚い、もう二度と光月庵に足を踏み入れないでちょうだい。そして椿もまた苦しい日々を送っていたと知る。直にはもう少しここにいてもらいます。椿が光月庵を継げん、私の本当の孫じゃないからな。女将の不貞でできた子、あの人はそう思ってる。かつて職人に裏切られ経営が傾いたことから、光月庵は血縁者にしか店を譲らない鉄の掟があった。そのため幼い頃から椿は大旦那に冷たくあしらわれてきたのだった。くだらない、血のつながりに何の意味がある。大切なのは和菓子に対する情熱だ、意志だ。この店は絶対誰にも渡さない。お前は椿のどこが好きなんだ。椿さんはお菓子のことが大好きで純粋な人なんです。お互いの和菓子に対する純粋な思いを知り、徐々に距離が近づいていく二人。お前が好きだ。ありがとう。そんなある日、直は自分の母親と椿の父親が恋仲で、実は自分は二人の本当の子供だったというとんでもない証拠を見つけてしまう。あの人が、旦那様が、私の、そんな。さらに椿は旦那様の本当の子供じゃない。でもそれじゃ椿の父親は。なんと直は百合子と樹の本当の子供で、さらに椿の父親は樹ではなかったということが明らかに。そして私はある女の子を探しているんだ。息子がかつて愛した女性の子だ。血がつながった孫を探しているという大旦那、その固い決意は遺言書にも現れていた。高槻家の血を引く孫が現れた場合、その孫が全ての財産を相続する。
何ですかそれ。この店を継ぐのは椿なんです。絶対に。後取り問題でおかみと大旦那も激しく衝突。そして事件の真相をおかみに迫った直はついに自分の正体を明かしてしまう。本当のことを言ってください。私はさくらです。ねえ、聞いたでしょ。ナオのことを信じていた椿にも正体がバレてしまう。火事です。お前は早くここを出ろ。そしてこの火事が無情にも二人を引き裂いたのだった。それから3年。やっぱり火事の時の後遺症でしょうか。このまま手術をしなければ失明の可能性が高いです。失明。椿は火事が原因で視力が低下。すいません、しおりさん、そこの箸取ってもらってもいいですか。そんな椿のもとには家出をしてきた元婚約者のしおりが。一方、行方不明と思われていた直は滝川の支援で高熱庵の近くに花がすみという小さな店を構えていた。今の高熱庵には消えてもらうから。どうしても気になる花がすみ。かすかな予感を抱き、椿はライバル店として頭角を現した花がすみを訪れる。お雑にお待たせしました、先生。あの火事の日、どうして何も言わずに消えたんだ。全部嘘だった。だってそうでしょ、ママを殺人者にした人のこと好きになるわけない。なお、どうかされましたか。お客様、彼女は僕の大事なパートナーだ。仕事の面でも、一人の女性としても。だから彼女を傷つけることは許さない。絶対に勝たないと。話題のラブミステリー、水曜ドラマ私たちはどうかしている。いよいよ今夜9時からの最終回2時間スペシャルで全ての謎に完全決着。本当の父親ってあなたなんじゃないですか。続いては浜辺美波と横浜流星が真犯人を大胆に予想。果たして。その犯人が本当に直のお母さんなのかっていう、分からないですからね。僕かもしれないですからね。子供ながらね、はい、確かに手に血ついてるから。じゃあ僕かもしれないけど、僕かもしれないけど、あいつあいつって言って。最低。でも何があるか分かんないです。本当に分かんないです。僕はもうずっと滝川さんって言ってますけど、幅が多いんで。いや、そんなわけないじゃないですか。つかめない、あの人は。分かんないですけど、それが犯人だったら違いますね。王道すぎるか、なんかこうあれすぎるか、王道じゃないですか、王道か、分かりやすすぎるか。そんなわけないか。どうしたどうした。僕はでもね、いらっしゃまっていいですか。おかみだと思いますよ。あの人は、やっぱりちょっとこう、父が亡くなって、またさらにおかしくなっちゃいましたけど、僕はやっぱりあの人のことはまだ未だにつかめないので。ああ、残念。どうした。お旦那ね、本当最後はキーマンですよね。キーマンです。本当に大旦那の行動というのは読めないですよね。気になる存在ですね。二
人も気になっている真犯人は最終回2時間スペシャルで。お菓子を作ってきてくれないか。より美味しく魂を震わすその者に高月庵を譲る。私たちの運命が決まる。出会ってからずっと傷つけ合ってばかりだった。あなたに作れるの？おじい様を感動させるお菓子が。絶対に勝たないと。本当にそれで決着がつく？奈緒ちゃんと椿君の。あんた何も知らないんだね。高月庵の後継者をかけた和菓子対決に臨む奈緒と椿、その勝負の行方は。あと少しで私の復讐が達成されるのに。椿さんの本当の父親ってあなたなんじゃないですか？真実を知りたい。当主殺害事件の真相とは。私たちはどうかしている。最終回2時間スペシャルは今夜9時。お前さえ生まれてこなければ。や